八重洲市立高中学校は、静岡県八重洲市にある公立中学校である、通称、港中。1970年、隣の学区である小川学区と和田学区の人口増加に伴い、両学区の一部を通学区域とした八重洲市立港小学校が開校し、その3年後の1973年5月に、本校が開校した。2007年に、 体育館の耐震工事をし、美術室が校舎の3階から体育館の1階へ移った。なお、2009年現在、八重寿司で一番新しい中学校である。音楽活動が盛んで、掃除の後の10分に、港タイムという音楽専門委員や、パートリーダーといった生徒主体の合唱練習時間を設けている。合唱部はないが、 部活動関係なしに選ばれた2.3年生が、選抜合唱団は NHK 全国学校音楽コンクール、静岡県コンクールにおいて、第73回、第74回、第76回、第77回、第78回に金賞を受賞して、静岡県代表となっている。全日本合唱コンクールでは2005年度から2012年度まで8年連続で、 静岡県代表となり、関東支部大会に出場している。さらに、第62回から第65回の関東支部大会では金賞。そのうち、第63回、第64回では金賞に加え初の全国大会出場を果たし、全国大会においても、金賞、銀賞に輝いた。ボーカルアンサンブルコンテストでは2009年度に、 初の金賞を皮切りに2010年度から3年連続で金賞を呼び、グランプリ2012年度には第1回関東アンサンブルコンテストで金賞に輝いた。これらの功績により招待演奏を依頼されることもあった。運動部はサッカー部、野球部、女子バレーボール部、男女バスケットボール部、相撲部、男女卓球部、女子ソフトテニス部があり、 文化部は吹奏楽部、美術部がある。相撲部は2018年山口県で開催された全国中学校相撲選手権大会で2冠を達成した。以前は柔道部、剣道部があったが、人数不足のため廃部となった。八重津市立港小学校の校区と同一である。JR 八重津駅より製鉄バス一式和田浜線、乗車、和田バス停下車 NHK 全国。 学校音楽コンクール、静岡県コンクール第76回本選結果中学校の部第63回全日本合唱コンクール。ありがとうございます。